発登場から30年経った今も根強い人気を誇っております。ピザボイス、ピザボイス、ピザボイス。日本代表のイガルミです。今回は昨年の暮れ、12月の22日、アメリカはノースカロライナ州の、シルバーシティですか、というところに、住んでいました。ウィングではレザーフェイスもので、爆発的な人気を博しまして、ウィングバス登場から30年経った今も根強い人気を誇っております。レザーフェイス、その正体といいますか、マイク・カーシュは、かつては全米を股にかけてはるが、ニューヨーク WW、現在 WWE ですか、こちらでも活躍した選手なんですけれども、日本には何回か来ておりまして、最後のウィングへ、上がる前には、新日本プロレスに参戦しまして、坂口誠二選手の、引退試合の客待ちながら相手を務めたという、実力者なんですけれども、彼が、1992年、7月の17日から始まりました、ウィングの「コーション危険な警告」という、1週間ほどのシリーズだったんですけれども、これで初めて、ウィングマットに、マスクワンレザーフェイスとして参戦してきたわけですけれども、初戦ですね、ミスターポーゴとタッグを組みまして、スクランブルバンクハウスリスマッチ、これは相手が松永ジェイソン組だったんですけれども、これに勝利しまして、翌第2戦では、当時その8月に行われます、ミスターポーゴ対松永光弘のファイヤーデスマッチのトーナメント、ファイヤートーナメントの開催中ということで、これに参戦しましたレザーフェイス、松永とシングルを、ファイヤートーナメントで戦いまして、惜敗という形ながら、負けてしまいまして、残念ながらそのファイヤーデスマッチの参戦はならなかったんですけれども、そのファイヤーデスマッチが行われました8月2日の船橋オートレース駐車場では、トリプルメインイベントというような形ですかね。ここでジェイソン・ナテリ君とのアンダーテイカーデスマッチ、カオケデスマッチを行ったんですけれども、これを、今回ご覧いただこうと思うんですけれども、この時は、レフリーのウォーリー山口のインターフェアといいますか、この時すでにその人気、日本陣営としての人気、というその日本陣営の助っ人として活躍していました人気者のジェイソン・ザ・テリングが相手ということで、レフリーのウォーリー山口がインターフェアでちょっと手助けしたというような形ですかね。それでジェイソンが勝利し、レザーフェイスが韓国の中に、入って敗れてしまったということなんですけれども、レザーフェイスほとんど日本では負けなし、この最初のシリーズ、こそそのまだウィングのスタイルといいますか、これがまだはっきり把握してないというか、まだ慣れてないということはあったかと思いますけれども、そんなことで、負け試合もありますけれども、ほとんどその松永以外の試合での敗戦というのは、反則負けという形が多かったと思うんです。あとはですね、そのジェイソンとのカウンケルスマッチに敗れた、この正式にその3カウント負け KO だ、そういうような形で敗れたのはこの試合のみだったと思うんですけど、今回ご覧いただく試合、宇那橋当日の天候も悪く、ちょうど女子プロレスのタッグマッチですか、それから、このアンダーテイカーダスマッチは、一応雨の中で行うというバッドコンディションということはありましたけれども、既にその時、
最初のシリーズ、その7月から始まったシリーズは中央工業が主で、東京近郊であまり試合が組まれていなかったんですけども、ね、もうその雑誌等で、ウザーウイスに出させますか、そういう人たちが、船橋にも数多く、来ていただきまして、それで早くもその厚木山ながら、人気が爆発したという形になったと思うんですけれども、その試合をご覧いただきたいと思います。まず青川のようにレザーフェイス選手の入場です。続きまして赤羽のようにジェイソン・ザ・テリフ選手の入場です。Like you know, and all the Japanese fans know, especially the Wing fans, this is not my first time in an Undertaker match. I've been in an Undertaker match before. Physically and mentally I'm okay, but Leatherface, tough opponent. He's been in Japan just a short time, period. And I have many, many scars already from him. So I don't know if you're ready, but I am ready.顔オケデスマッチは時間無制限一本勝負で、この試合は顔オケに入れられた方が、負けとなります。顔オケに入れられた方が、この試合は負けです。
試合1分10分経過 10 minutes out ですI'm gonna take it.